ルパン三世、ルパン三世、バイバイリバティ、危機一発。土曜スーパースペシャルルパン三世、バイバイリバティ、危機一発。本作の舞台の一つとなった自由の女神像、ルパン三世、バイバイリバティ、危機一発。は、モンキーパンチ原作のアニメ、ルパン三世の TB スペシャルシリーズ第一作。1989年4月1日に日本テレビ系の 土曜スーパースペシャルにて放送された。視聴率は13.3%。1987年に OVA として発売。同時に劇場映画第4作として公開もされた、ルパン三世、風魔一族の陰謀以来2年ぶりに制作された新作アニメ。放送時には、モンキーパンチ書き下ろしイラストによる番組ポスターが制作された。 風魔一族の陰謀で一新されたキャストも本作で元に戻された TV スペシャルシリーズの第一作であり平成最初のルパン三世のアニメ作品でもある放送は金曜ロードショーではなく土曜スーパースペシャルでの放送であったキャラクターデザインはルパン三世、ルパン VS 複製人間に似たおもながなスタイルとなった担当した古瀬登によると 初めて担当した仕事が複製人間であったため敬意を表して同作に似せたものにしたというデザインは t v スペシャル第4作ルパン三世ロシアより愛を込めてまで続いた衣装は t v 第2シリーズに準じておりルパンは再び赤色のジャケットを着用するがルパンのネクタイは黄色ゴエモンの白の着物茶色の袴に変更された部分もあり以降のスペシャルでは ほぼ全作で共通設定となった。1995年3月に長年ルパン3世を演じてきた山田康夫が死去した際、同年3月31日の金曜ロードショーにて山田康夫追悼企画と題して再放送がなされた。20世紀末、この世はコンピュータによる高度情報化時代の真っ只中、広域 A ランク犯罪者記号 P26 号、 これこそが世界的な回答をルパン3世の全世界の警察に収蔵されている犯罪記録データの通称である。ある夜、パリ市警本部を訪れたゼニガタ警部はこのデータをパリ市警職員の制止を振り切ってやや強引に借りていく。だがエレベーターに乗り込んだゼニガタを待っていたのはもう一人のゼニガタだった。データを借りてきたゼニガタは変装したルパンだったのだ。ルパンは 世界中の警察にインプットされてしまった自分たちのデータを盗むべく奮闘していたが全てのデータを盗み終えるまでに50年はかかると推測。仕事がやりづらいこととジュリという女に惚れたのを理由にルパンは新しい仕事を持ち込んできた次元に泥棒引退を宣言する。次元の持ち込んだ仕事とは彼の旧ルールスターが自由の女神に隠したという 世界最大のダイヤモンドスーパーエッグを取り出すという大仕事だった。次元がルースターと二人でスーパーエッグを取り出そうと計画を練っているところへ引退宣言をしたはずのルパンが現れる。なんとルパンは自分の所有しているクレジットカードをジュディに自由に使わせていたのだが、ジュディは他の男の元へ去ってしまい、クレジットカードに残された借金3億ドルだけが、 手元に残ってしまったのだと次元に泣きついてくる。ルパンが次元の前で泥棒復帰宣言をしたその時、ルースターを目当てにダイヤの持ち主である秘密結社スリーメイソンが3人を襲ってくる。なんとかその場を離れることに成功した3人であったが、逃亡途中にルースターが撃たれて死亡してしまう。残された手がかりはスーパーエッグが自由の女神のどこかに隠されているということだけ。 ルパンはスリーメイソンとの水上線をくぐり抜け、巨大バルーンの王子掛けで世界最大の美女をかっさらうが、自由の女神の中には謎のパソコン少年、マイケルの姿もあった。マイケルの協力により自由の女神を隠すのに最適な場所はグランドキャニオンだということが判明し、ルパンたちはそこへ自由の女神を運ぶ。マイケルがルパンに協力する理由、それは ルパンにデータを破壊するだけでなく、プログラムに侵入して、これを支配してしまうことができる、世界最強のコンピューターウイルスニューウイルスを探し出してほしいからであった。一方、修行中のゴエモンは、怪しげな男たちに追われている女性イザベルを助け、藤子はスリーメイソンの一人、ジミーの恋人を演じながら、スリーメイソンに潜入する。ニューヨークに本社を置く企業だが、その実態は、 オカルト関係の魔術を崇拝する現代の秘密結社で宝石の密輸によって多額の収入を得ている。ナンバー1、ナンバー2、ナンバー3の地位にいる3人が組織の幹部になり、ナンバー1である老齢の魔術師、シルバーマンが創世を務める。組織の紋章として、額にごぼ製の書かれた青肌の馬の顔を用いる。16世紀より創設された組織は魔術の力によって、 闇の世界の覇者となっていたが、情報化社会となった現代においては、魔術も科学の力の前に立ち打ちできなくなり、次世代の魔術としてシルバーマンの遺構によってニューウイルスを制作した。しかし制作者であるナンバー2のイザベルが裏切りナンバー1のシルバーマンを暴殺。その後、後釜を継いだイザベルもニューウイルスを引き出した直後に、 ジミーに刺されて死亡。そのジミーもその後の経緯で死亡したことで組織は壊滅し、本部も彼が死に際に自爆装置を発動させたため、爆発で消滅した、イザベル星、小松かゆい本作のゲストヒロイン、ゴーエモンが修行中に出会った、スリーメイスンから追われ、宝石賞を名乗る妖艶な美女。正体は、ニューウイルスの開発者である行方不明だった、マイケルの母親であり、息子同様、 優れたコンピュータ科学者、かつスリーメイソンのナンバー2であり、見たものから正気を失わせるほどの美貌を持ち、人を狼楽させる魔術の使い手、シルバーマンを倒し、世界のすべてを主中にすることを目的とする。かつて、シルバーマンにナンバー2へと引き上げられニューウイルスを開発したが、ウイルスを自分だけのものにしようとデータを隠した後に組織から逃亡、その先でゴエモンに出会う。その後、 裏切り者としてスリーメイソンに捕まってしまうが魔術を用いてジミーを牢絡しその美貌で誘い出したシルバーマンをジミーに殺させ自らがナンバー1の座についたそして隠していたニューウイルスを取り出すがその直後にジミーに刺されてしまう死に際に息子マイケルと再会しヘリでスリーメイソンの本部を脱出後にヘリの中で マイケルとキスした後に静かに生き返えた。科学者と魔術師、母親と野望家の二面性を持ち、シルバーマンやジミーを誘惑し、暴虐で、ルパンからスーパーエッグを奪うなど悪女としての面も見せたが、マイケルの父親のことは、純粋に愛していたようで、その面影を強く持ち、約束通り律義に自分を守り続けてくれたゴエモンに、対しては、少女のように純粋な行為を寄せ、 死の間際に、それを告白していた、シルバーマン星。前沢進む秘密結社スリーメイソンで、長年ナンバー1に君臨している老人で、現在123歳の魔術師。高齢ゆえに、時代の組織と後継者を礼う。吐息だけで人間を浮遊させるなど人間業とは、思えない妖術を使い、興奮すると目から青い液体が涙のように流れ、それにリンクして、 絵の中の青い馬も青い涙を流す。特に儀式により口から剣を吐き出し、そこから滴る青い液体を相手に飲ませ、体内で増殖させることで意識を乗っ取ることができ、乗っ取った後も空中に浮遊する魔術を使用できる。高齢ながらも、現代社会において、コンピュータの重要性を認識し、ニューウイルスの開発をイザベルに命じるが、裏切られてしまい。 逃亡した彼女とニューウイルスのデータ入手の鍵となるダイヤ、スーパーエッグを必要に狙う。ジミーに近づくことで本部へ侵入し金庫室で盗みを働いていた藤子を捕らえ、妖術を用いて彼女に憑依した上で、ルパンと合流、取引の場へ現れたイザベルへ奇襲して捕らえるも、逆にイザベルはジミーと共謀、真女に現れたイザベルの美貌に見せられ、 誘い出されたところをジミーに射殺された、ジミーカンツエ塚山正種秘密結社スリーメイソンのナンバー3。視野を信者だが組織をまとめる力が強く、高齢で動けない、シルバーマンに代わり実行部隊を指揮し、組織から逃げたナンバー2のイザベルと、世界最大の宝石、スーパーエッグを追う。シルバーマンにより捕らえられたイザベルへ尋問するも、逆に、イザベルの魔術に籠落されて、 彼女を解放。ナンバー1の新女にてイザベルに誘い出されたナンバー1を射殺した。さらには、ニューウイルスを呼び覚ました直後に、用済みとしたイザベルを刺し、ついには、自らがナンバー1になる。しかし、イザベルを傷つけたことが五右衛門の激輪に触れてしまい、彼の残鉄拳によって、スーパーエッグごと切られて、致命傷を負う。このまま死を迎えることに絶望し自暴自棄となり、 品種のみで、ニューウイルスを操作し、アメリカ国防総省とソ連軍司令部のホストコンピュータに侵入させ、両陣営の核ミサイル発射ボタンを押して、全世界を道連れにしようとする。しかしそれすらも、ルパンとマイケルによって阻止され、最後は本部の自爆装置を押し、そのまま生き耐えた。江戸製、小形健一スリーメイソンの実行部隊の隊長で、組織から盗まれた。 スーパーエッグの行方を知っている、ルースターを狙う。ルースターを射殺して次元に撃たれるが、かろうじて生存し、ルパンたちが自由の女神を持ち去ったグランドキャニオンにへ、向かう。その後、スーパーエッグを自由の女神から発見した直後に、パラシュートを装備した武装者に乗って襲撃するが、次元のマグノムに、キャノンの砲弾を破壊され、その爆発に巻き込まれ消死した、ジョーンズ星。 石塚運んジミーカンツの部下、マイケル製、田中真由美コンピューターの扱いにかけては、天才的な少年で、いつもパソコンの入ったカバンを背負っている。好きなものは、ペパーミント。祖父に育てられたが、研究を優先し自分を捨てた行方不明の母、イザベルに、バカ野郎というため探している。母が開発した、ニューウイルスを手がかりとし、それの有用性を解き探し出してほしいとルパンに依頼。 そのままルパンと行動を共にするも、誘拐と勘違いしたゼニ型に保護される。ニューヨークでルパンと再会し、イザベルがスリーメイソンに捕まった際にフジコと共にアジトへ潜入。ようやく母と再会を果たすも、すでに品種のみであったイザベルを前にマイケルは何も言えず、彼女との再会に涙を流した。その直後、ジミーが、 ニューウイルスで核ミサイルの発射ボタンを押したことを緊急信号で知ると品種のみで止めに向かおうとするイザベルを制止自身が赴くことを提案スーパーコンピュータをルパンとの連携で操作し核ミサイルの暴走を阻止する自爆により崩壊する本部から脱出するヘリの中でイザベルと死に別れルパンから母親に似ていると告げられた自由の女神に向ける先の亡くなった感情を叫んだ ルースター星、大きたを次元の親友で、故郷に妻と子供がいる。工作員に変装して、スーパーエッグを自由の女神に隠す。しかし、次元と共に逃亡中に、彼をかばって、エドに撃たれ、次元に見取られながら、息を引き取る。イザベルが持ち去ったはずのスーパーエッグを、どのような経緯で手に入れたのかは不明。スーパーエッグ本作のターゲットとなる。 アメフトボールほどの大きさを誇る巨大な卵状の形をしたダイヤモンド。単純な宝石としての価値のみならず、イザベルの真相心理から、ニューウイルスのデータを引き出す鍵でもあるため、スリーメイスンは、イザベルとこれを必要に探している。最初は、スリーメイスンが所有していたが、イザベルが組織を裏切る際に持ち出し、そこから何らかの経緯によって、次元と��のある、ルースターの手に渡り、 彼によって自由の女神像の中に隠されていた。その後、エドに殺された、ルースターの心残りを組んだアルパンたちによって回収されるが、シルバーマンを排除して、スリーメイソンのトップに立ったイザベルに殺手され、さらにはイザベルを殺したジミーの手に渡るが、最後は駆けつけたゴエモンによって、残鉄剣でジミーと共に切られた。ニューウイルススリーメイソンのナンバー2であるイザベルが開発した。 史上最悪のコンピューターウイルス。コンピュータ科学と魔術の両面の知識を用いて開発されており、あらゆるコンピュータのハッキングのみならず、ネットワークにつながっていないものも含む、全世界のコンピュータ内のデータを使用者の自由自在に書き換えてしまう機能を備えている。そのデータは、イザベルの真相心理内に隠されており、スーパーエッグを鍵としイザベルの真相意識にリンクさせることで、 初めて、ニューウイルスのデータをダウンロードすることができる。イザベルによって、データが引き出され、彼女を殺したジミーが死に際に、ウイルスのデータの入った、スーパーコンピュータの力を使って、アメリカ国防総省とソビエト軍司令部のハッキングを行い、保管されていた核ミサイルを世界各地に向けて、放とうとしたが、ルパンとマイケルによって阻止され、ジミーが本社の自爆装置を発動させたことで、 スーパーコンピュータとニューウイルスは失われる。事件後、ルパンは事故の記憶を手がかりにニューウイルスの制作を行い、ICPO のデータベース内にある自分のデータの改ざんを試みるが、成否は不明。ありがとうございます。